はい、どうも、ソングバード稲津です。髪の毛を柔らかくする50のステップですかね。今日はシャンプーにこだわるってことですね。なんかみんなやっぱね、トリートメントにこだわりがちなんですよ。違う、シャンプーにこだわるんですよね。なんでかっていうと、いくらいいものを入れてももうすごい洗浄力の高いシャンプーを使ってたらですね、バンバン抜けるでしょ。トリートメントも抜ける、カラーも抜けるで、もういいことはないんですよね。だからまあ洗うっていうのをですね、やっぱ無限にしないでシャンプーにすごくこだわった方がいいです。今日はどういう風にシャンプーにこだわるのっていうのを少しだけ説明しようと思います。そんな難しくないです。はい。でまあ、巷でですね、結構有名なですね、洗浄力がマイルドなね、アミノ酸系シャンプーとか、まあ、そっち系ですよね。タウリン系シャンプー、ベタイン系、まあ、オイルシャンプーとかいろいろありますね。まあ、そっち系を選んでほしいんですけども、やっぱりですね、その、まあ、コストの関係もありますよね。はい。もしこれ学生さんとか見せたら、やっぱ使える金額もね、やっぱあると思うんで、やっぱ良ければいいと思います。でもいいものがみんなに合うとも思ってないです。でも金額が高ければ僕はいいシャンプーだと思ってます。はい。で、まあ、逆にですね、避けたい洗浄成分、シャンプーにこだわるところで避けたい洗浄成分を今日ちょっとパパッとかいつまんご説明しようかなと思ってます。はい。で、まあ、避けたい洗浄成分ですね。まあ、髪の毛を柔らかくするにあたってですよ。これがダメって言ってるわけじゃないです。まず、高級アルコール系。で、オレフィン酸系ですね。オレフィン酸って書いてあります。で、アルカリ石鹸系。で、超有名なラウレル硫酸系ですね。はい。で、まあ、主に、まあまあ、パッと浮かぶ限り4つですかね。今の4つ。まあ、それがまあ、髪の毛はですね、やっぱこう柔らかくならないのかなと思います。その成分が入ってるとですね。まあ大体ですね、こう、最初に水っていうのが成分が来るんですよね。で、その後に、まあ2、3個目ぐらいにそれが入ってると、やっぱちょっとこう洗浄力強めのシャンプーなのかなと思います。はい。まあそういう洗浄力強めのシャンプーっていうのはですね、どうしてもこう、抜けますね。いろんなものが抜けるし、やっぱ、ゴワゴワバサバサになっちゃうんで、まあこのね、チャンネルの趣旨としてる柔らかい髪には到底やっぱ近づかないわけですよ。ぜひね、こう、シャンプー買うときに、ちょっと注意して見てみてください。高級アルコール系って書いてあるのかな？書いてないかな？オレフィン酸とか、あと、ラウレル硫酸。ね、ナトリウムとかそういうのは書いてあると思います。はい。そういうものはですね、ちょっとまあ洗浄力強めなんで避けたい成分なのかなと思います。でもそれがダメっていうわけじゃないですよ。はい。このチャンネルもこのね、今のこの動画を見てらっしゃる方は柔らかい髪にしたいから見てらっしゃるんですよね。だから柔らかい髪にするにあたって今4つ挙げた成分はあんまよろしくないよってことです。逆に髪の毛単発でですよ、別に柔らかいとか気にせん、もうさっぱり洗えればいいという人は今の4つの成分とかすごくいいんですよね。マッチしてるんですよ。はい。ですのでダメって言ってるわけじゃないからですね、そこのところをちょっとこう勘違いしないようにですね。で、今日はですね、まあ避けたい洗浄成分でした。で、まあシャンプーにこだわっていくとどんどん柔らかい髪質になっていくと思いますので、まずはまあいいものはいいって分かってるんだけど、やっぱどうしても予算が上がっちゃう。ですので今言った高級アルコール系、オルフィン酸系、アルカリ石鹸系、ラウレル硫酸系、まあこの4つぐらいはね、ちょっとこう意識してまあシャンプーにこだわられてもいいのかなと思います。今日まあ今すぐにですね、こうお風呂場に行って自分のシャンプー見てください。うん。その4つが入ってるかっていうのですね、そのまま記載してないよな。そのまま記載してないかもですね。はい。してあるかな。いや、絶対記載してるのはオレフィン酸とラウレル硫酸は絶対記載してます。まあ大抵これはですね、世界的にもすごく有名な、で、安価な、で、安全性もあるですね、洗浄成分ですので、結構使われてるものが多いかと思います。でも柔らかい髪の毛にするにあたってあんま良くないってですね、あんま避けたいっていうだけですね。はい。で、まあですね、こういうシャンプー系の動画もですね、いっぱい上げてますんで、まあよかったら見ていってください。まあ今回ですね、こうやって50のステップってことで、まあ、かいつまんでこう、ご説明させていただきました。まあぜひぜひね、シャンプーこだわってみてください。では、またですね。バイバイ。